はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルイージです。三国志 13PK 趙雲でのプレイ強格ですね、続きをやっていきましょう。まあまだ何もなしていないというところなので、まあここは調査とかをして情報収集に努めましょう。ここはどうしようかな。通りすがりの商人に対し商いの調子について尋ねるか、作物を運ぶのを手伝うか。まあ長運っぽいといえば手伝うかな。お金がいくらかもらえたんですね。で、あとは近くにある官僚とかこの辺りにちょっと行ってみますか。在野ゼロかでも。難否は難否。在野に2人いるな。ちょっと難否に行ってみましょう。炎章の。さあ行こう。で、そうだな、まずは酒場に行くよりは街中の調査をしてみましょうか。訪問って誰もいないもんね。あ、いるっちゃいるけど会ってくれないでしょう。なのでまずはちょっと調査をしてみましょう。やるぞ。ま、今度は商いの調子について尋ねてみます。で、今度は直接訪問ができるかどうかですね。紀王と先ほど知り合ったんで、九品官で中正九塾統率63か。うん、まあまあ言ってもって感じだな。紀王だったら、紀王のもとを訪ねるぐらいだったら酒場に行ってみますか。お、企業が早速いるね。考えがある。長道がどこにいるか。いや知らんわ、長道がどこにいるか。演術軍なのかな。えっ、お、合っていた。完全に適当ですけどね。で、依頼としてはどんなものがあるかというと、行で物取りになったんだよということなので、依頼を受けるか。ちょっと行に行ってみますか。じゃあ、ただその前にせっかくここに来たので宴会ぐらいは一回開いてから行きましょう。よろしくな。お、炎章が来るかね。普通炎章自らやってきてくれるとは恐縮だな。まあそれはさるとしてですね、今度はじゃあ行に移動しましょう。さあ行こう。炎章とね、面識を持つことができるとは思わなかったな。さあ、反董卓連合を脱退した孫権はということで、玉璽の話ですね、進んでいきますので、まあここは見ていきたいと思います。失礼いたしまする。うむ、あまりにも苦しい理屈だ。
進軍だ、支度せい。かしこまった。失礼。孫策が出てきましたね、英国で。孫博士の力、存分にお使いくだされ。報告します。うむ。全軍、今こそ奮起せよ。敵が城門に迫っています。おのれ。何の用だ。申し上げます。許さん。父上が。バカを申すな。遡ること数刻、孫権は本陣を挑発した敵を少数で追っていた。危険でございます。何もあの程度の兵を御自ら追わずとも。あの程度の兵に侮られ、孫家の誇りは守れるか。しかし誇りを守れずして野望を口にする資格などない。ダメです。伏兵に囲まれています。もはや脱出は。そうか。かかったら孫権、安い挑発に乗り寄って所詮は兵法も知らぬイノシシ武者よ。薄汚い口を閉じよ、ザコメが。貴様の首を取り、結露を開く。ここで散るならば、それもまた天運。我こそ、高頭の虎、孫権。誇りに生き、誇りに死ぬ。者ども、特艦。撃て。乱戦にて捕縛した敵将高祖によれば、孫権様のご遺体はすでに流氷の陣に。高祖の身柄と父上の遺体の交換を流氷に持ちかけよ。はっ。父上が示された誇り、今の俺にまだ守る強さはない。なんたる無力、なんたる堕弱。ああ父上、お笑いくださいますな。この孫博夫、我が未熟なる牙を研ぎ上げる。必ずや祝言に孫家の風を吹かせましょうぞ。無念の孫策は孫権の遺体を葬った後、劉氷と対抗する演術にその身を寄せる。ほとばしるほどの怒りと孫家再興への意志、そして父より継ぎし誇りと野望を胸に。さあ行に入りましょう。どうすればいいのかな。まずは街中の探索でもしますか。
なんか物取りか何かを捕獲するのが役目でしたよね。あっさり見つかったけど。まあせっかく行にやってきたので、そしたら酒場を覗いてみましょうか。西高はいないと。なるほど。じゃあ宴会でも開いて帰りましょう。お初にお目にかかる。これはこれは、はじめまして。で、行で宴会をして参加した武将たちと親近が深まったということですが、まず祖寿、これは君主の軍師重臣だったんだ。へえ。統率78、知力90、政治89は、これは確かに強いですね。祖寿で、長儀に関してはまあ在野ですが、まあ、顔が へしゃげてるけど、統率43、武力67、まあって感じかな。そしたら訪問しておきましょうか。祖寿のもとを訪問しておきます。おや、どうされました。このようにしてはどうかな。申し上げます。答えはお断りいたします。祖寿で相手にこちらでは長雲ごとき話すら聞いてもらえなかったな。では南平に戻りましょう。さあ行こう。金を置いていけと。ほう、一騎打ちで返り討ちにしましょう。一騎打ちがね、まだ今のところすごく慣れてないというか、まず崩しで来るんだな。じゃあ普通に攻撃をして、防御、必殺、攻撃、攻撃でいきましょう。さあこの必殺の一撃で決める。まあ最初の崩しが効きましたね。お金を396もらいましたね。そしたらどうしようかな。炎章の元でも訪問してみますか。会ってくれるんだ。まあそうだよね、宴会には来てくれたけどここで議論するのを断られるんだな。なるほど。そしたら酒場でせっかくなんで談話を聞いてみましょう。聞いてくれ。いやー、サレーという章、合ってるかな。どこの勢力のものか全然わからんけど、トータクとかして、おお当たってる。結構最近うん合ってるな。で、依頼としては何があるかというと、なるほど、平原に行きゃいいんだな。まあ、これも受注していきましょう。まあ、すぐにやらなくてもいいと言えばいいので。一回居録に戻りましょう。
で、この後平原に移動して賊の退治を一回こなしときましょうか。文明をもっとね、ガシガシ上げていきたいといえば上げていきたいんですが、さあ行こう。はじめまして。さあ、俗称をじゃあ一騎打ちで撃破していきましょう。武力60か。そこをどけ。超支流の槍受けられるか。2回目に崩しが来るんで、そしたら攻撃、必殺、防御、攻撃でいきましょう。まあ、無難な感じですね。我が義の槍に。まあ、せっかく平原に来たので、まあ、ここは巡行でも行っておきますか。やるぞ。まあ、ここで劉備に使える必要もないですよね、まだね。あくまでも侠客の道を歩んでいきましょう。異民族が今発生しましたと出ましたが、異民族は軍勢を率いて出現し、一定期間都市を襲撃するなど諸国を荒らします。討伐すると金や兵糧など戦利品が手に入ります。なるほど。ってことはこういう時のためにあらかじめ兵力は歩兵しておいた方が良かったんですね。まあ、今更ですが、この後歩兵も順次行っていきましょう。関が出陣していった。ちなみに今の名声はというと、武名があと15も必要か。結構必要だね。そしたら街中で宴会でも開きましょう。よろしくな。私がマジか。劉備まで来てくれるとはね。さあ、ではここで一旦帰還しましょう。さあ行こう。巨鹿が炎章に攻められてるんだな。まあここが落ちるのも時間の問題だな。まあそれはそれとして歩兵でも行いましょう。やるぞ。
るぞ。巨鹿が炎章の支配下に なりましたね。関仙長藩、まあ、この辺りとはもうすでに出会っていて、紀陽とも会いましたよね。面識ありになってますよね。他めちゃくちゃ優秀な武将っていうとあまりいないけど、この王陽に関してはどうだろう。武力は低いけど統率知力不正事に関してはまあまあって感じですね。ごめんなさい。まあそうだよね。やるぞ。まあ、ここは歩兵を重ねて、あとは同志をちょっと増やしておきますか。長藩とかね、そのあたりになってはきますけど、やるぞ。だいぶ動きが活発になってるな、各勢力の。まだ歩兵が終わらないか。やるぞ。よし、ようやく2500集めたので、そしたら街中訪問で、どうしたんだ。申し上げます。絆を結べるまでにしていきましょう。宴会も開いていくか。まずは同志を一人でも獲得しないと話にならないからな。お、はじめまして。関挙氏、新しく知り合いになりましたけど、あとは純慶ね。大衆内政重心か。統率は高いけど知力と政治はカスだな、はっきり言って。菊儀、ここは統率高いですね。まあいずれにしてももうちょっとなんていうかな、知り合いを増やしたいけど、そのためには考えがある。どうしようかな。巡行でも一回入れて、巡行の後に同志を獲得するためにひたすら訪問するか。文明をねもうちょっと上げていきたいんで、そのためにはその同志を獲得した上で、どうしたんだ。人口とか歩兵に関してはそういった者たちに任せた上で、自分はひたすら
同士集めに奔走したいですよね。こんにちは。邪魔するぜ。親近感をもうちょっとね上げていかないとな。聞いてくんねえか。申し上げます。なんかもうちょっとまともなやつと同士の間柄になりたいというのはあるけどね。まあ、ここは巡行と訪問をバランスよくやっていくしかないよな。あとは討伐できるかだな。今出た難避を狙おうとしてた蛮行がいましたよね。これ炎将軍とこの蛮行の間で戦いが起きてるよな。で炎章も出陣の雰囲気はあるけど、どうする、巨鹿からも出てみる。行くぞ、超支流に続け。たかだか3000の兵だけど。何もすることができなかった。あれは戦いに参戦できなかったんですね。きっと遅かったんで。先に炎将軍が討伐に入ってたんでどうにもならなかったって感じかな。やるぞ。ひたすらちょっと巡行を重ねて武名を高めていくか。一気に武名を高めるチャンスかなとは思ったんですけどね。異民族を討伐しておけば。残り11ってことはひたすらに巡行先にやっちゃいましょう。やるぞ。今9か、武名が9ですね。画面の、まあ、一番上、お金8050の横に武名が9って出てますね。まあ、これで武名をじゃあさっさと20まで上げて、その後どうするかですね。やるぞ。あとはやっぱり同志をね、さっさと獲得したいところだけど。順番で言うとどっちがいいんでしょうね。武名1ずつしか上がらないって考えると、なんか、少し、効率が悪い気がするな。どうしたんだ?申し上げま。で議論を一回入れて、新書を持ってないからどうにもならないな。やるぞ。
異民族が生まれたら次こそ胃の一番に討伐に向かいましょう。そしたら久しぶりに酒場でも覗いて、依頼はないかとなると街中で宴会でも開きましょう。手伝いなんかもこなし、さてこうなった地味に親近感を上げておきましょう。やるぞ。炎将軍は順調に勢力を拡大してるけど、ここまで来ると武名は1ずつしか上がらないな。まあ、さっさと一旦割り切って20まで上げましょう。でその後に同志を獲得するっていうね、そういう順番で進めていきましょうか。ここまで来ると完全に1ずつしか上がらなくなってるな、武名が。2とかね、上がってくれるとだいぶ楽なんですけどね。まあ、じゃあちょっとここで巡行ばかりやっていて、見ている皆さんも僕も含めて少し退屈なので、一応ですね、今後の海外遠征の話を少し挟んでおきましょう。で、いよいよですね、3月もう約2週間、まあ、3週間っていうとね、自分の気持ち的に きついので、まあ、2週間とあえて言いましょう。約2週間後、まあ、3月の3連休ですね、そこでタイはバンコクの方に4泊5日で、遊びに行ってきます。で先週の土曜日かな、先々週ですね、先々週の土曜日にライブ放送でラジオ放送をやったと思うんですけど、その中でお話した通り、今回はですね、まあ、あのミカミックスではなくて別の友人とバンコクの方に4泊5日で遊びに行ってきます。でその時にはですね、まあ、タイのホテルで、まあ、これもいつもの恒例にはなるんですが、きちんと実況収録もしてこようと思ってます。でそこではですね、信長の野望歴代シリーズ全部やるの、まあ、第4弾ということで、信長の野望をね収録してこようかなというふうに思ってます。でその時収録する予定が、今のところだと武将風雲録までプレイしましたね。全国版、戦国群雄伝、そして武将風雲録とここまでプレイをしてきましたので、次回はですね覇王伝、これをプレイしていこうかなと思ってます。タイの方で、お、異民族が出た、これは討伐しよう。なのでそのあたりもね、ぜひぜひ皆さんには楽しみにしておいていただければなと思います。で目的としては一応京都二条城を抑えるっていうところまではね、なんとかプレイの方はしたいなと思ってますんで、本当にね、楽しみにしていただければなと思います。ここ炎将軍とかかなりあれだな、立ち上がってきてるね。でどこに現れたんだ、敵は、敵はというかその異民族は、異民族がどこにいる、これかな、遠いな、遠いけど行くか。間に合うかっていう話だよね。あとはここまで
超支流に続け。お宝の匂いがするぜ、グヘヘヘヘって感じになってるけど、でも先にあれだな、討伐軍が出てるかもしれないな。ちょっと一旦様子を見ましょう。ここは出てるよね。これは間に合わないな、間に合わないので撤退しましょう。出たばっかですけど、金の無駄になりましたけど、あのまま行っても多分また同じように先に討伐軍が出ていてどうにもならないでしょう。なのでもう当初の予定通り、ここは巡航をあと1回入れて強角としての格を一つ上げましょう。よし、続途の達成条件満たしましたので続途になりましょう。まあ、続途になるっていうのもね、なんかあれですけど、続王になるために、なんで続将続王ですね。新たな名として族との超運と呼ばれるようになりました。なんかちょっと超運のこの清廉潔白なイメージと真逆の道を歩み始めてますが、徴兵略奪手勢訓練勧誘ができるようになりました。これ勧誘っていうのがちょっと興味深いな。さあ次の族将になるためにはどうするかというと、武名が500以上、これだいぶ先が長いな。なるほど、まずは獲得条件の1が武名が500以上、これまだ20しかないので、ね、あと480も必要か、だいぶ先は長い、ね、悪行の武名以来の達成数5以上、なるほど。で一騎打ちの回数5以上、まあこれはね達成しましたよね。で、武将を討ち死にさせるっていうのをやるということですね。まあとなると武名をいかに効率よく稼ぐかっていうのが一番のポイントになりそうですね。はい、というわけで今回は続途に昇進した、昇格したというところで、一旦終わりにしてですね、この続きはまた次回プレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。